今回は今日から始まりました属性マシマシ5属性ガチャが半年ぶりぐらいかな帰ってきたんで、しかも無料10連も引けますよっていうパワーアップした状態で帰ってきたんで、このガチャ引いていこうかなと思います。で、今回はタンポポ狙いでガチャっていこうと思うんで、一番最後はグリファンでやっていくね。で、初回10連は無料なんで、みんな絶対これ30日までだから、ちゃんとこれを逃さず引いていくようにやっていきましょう。で、どのガチャを引くかなんですけど、確かね、これ新島 AI もしっかり今回から入ってるんですよね。なのでこれ狙いの人はこれ引いていくのもありかもしれない。で、どの属性がおすすめかっていう動画は結局作んなかったんですけど、うわ、でもこれ何を今自分が持ってるか見せてくんないのか。でもキャラクターの強さとか考えると、そうね、ルナ持ってなかったら闇最優先だし、ルナ持ってんだったらまあ水でシャルルマーニュとかあの辺取りに行くか、今の新島八重取りに行くか、ワンチャンキルユアみたいな感じのこの3つの属性かな。光は個人的には一番なんか超強い理由がない限り引かなくていいと思うね。そんな感じかな。じゃあというわけで引いていこうかなと思います。で、欲しいのは木で、あとはシャルルマーニュとかも欲しいから、とりあえず水と木は最後と最後の2つ前にするとして、まあ、残りはキルユアとか欲しいから、その辺後回しでいいかな。とりあえずルナ持ってるこの闇限定、ちょっと他の人も見るかもしれないから、これ光にしようかな。はい。で、引けば引くほど確定の量が増えていくっていう仕組みになってるんで、はい、多分大半の人はまあこの10連で終わりだと思うんですよね。でもこれ新島ややってるから鳥獣限定今回はないかな。でもまだ鳥獣来ますよっていうアナウンスないのがすげえ気になるんですよね。で、ここで確定。うん、まあこんなもんよ。まあ、こんなもんよ。いや、言うて出てくるのは工場の可能性がめちゃめちゃ高いから、まあ、それ求めて、なんか闇の工場とかで強いの持ってるっていうのを選ぶのもいいかもしれないね。よし、とりあえずこれで20連目。で、シュレディンガーが出てきたら嬉しいけど、他はみんな持ってるかな。はい。この辺はもう半分消化試合でもいいよ。本命は火属性から。ここでオーブ使うのはまあもったいないね。30日まで引けるんだから、鳥獣の限定来るかどうかもちゃんと確認してからこの追いガチャできるんで、まあ、少なくとも追いガチャする、まあ、こんなもんよね。ケラウノスと、なんだっけこれ、ユノーか。あ、そうだ、あれアンフェアの初回適正で終わったキャラだっけ。で、吉田松陰先生とかいろいろね。で、レッドスターズ。こっからは結構確定3枠に増えるから、期待度高めよ。さあ、この枠から3枠になるんで、限定出る確率もそれなりには多分ありそう。おそらく。はい。あ、来たー、多分こっちキルユア持ってないから、これで止まったらキルユアの率結構高いよ。ハゲ、なんでわかんだよ。火属性？あ、いや、なんかこいつ見たことある。いや、あ、うわー、ワルプルギスだ。いや、強いけど、いや、強いけど、ちょっと惜しい。あ、重心が返すんだ。で、あ、止まらない。しかも確定枠じゃなくて関係ないところに出てた。これ、はい、あ、一瞬ストライク。うわ、なんで、いや、これはフェイトの伏線か。フェイトの伏線、ギルガメッシュ。いやー、ここでフェイトコラボの伏線上さん貼ってきてるね。で、タンポポ求めてグリファンしたいから、あ、でも星玉あんのか。ここちょっと逆転させるか。はい、ワンチャンここでタンポポ出る可能性あるからね。で、一応シャルルマーニュもいるから、あー、でもこっち確定とかで止まってもあれか。知らない限定あるのか。知らない限定だ。そこちょっと気になります。でも確定が4枠あるから、はい、半分は確定で星5来い。あ、いや、これはワンチャン新島シュブニクラスか。いや、ま、持ってないキャラもなんやかんやで新イベってあんまり引いてないから。あ、でもこれ出るってことはあれか、確定
1000億でこれ出るってことは、あの、レベル1を作れるのもあ、うん、はい。はい。いや、でもこれだったらワンチャンあれか、モスコミュールとかレベル1で作りたい人は、確定枠でそこを出す可能性ってもあるのか。まあ、なかなかその人あんまりいなさそうだけど、キュピッ。ここで、タンポポが、一発、ポッ！はい。じゃあこれで、な、最後だね。これでシャルルマーニュとタンポポを同時引き引いて、気持ちよーく終われるか。でもこれ止まっても結局、あー止まったら幕末かの2分の1か。で、こっちは止まったら、確定でシャルルマーニュだね。だからここで、確定！お、来た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 来い！だ、止まったら2分の1。はい。2回転ゲロハ吐砂物丸飲みよし、OK！ はい。うわ、違う、なんかノリが違う、止まれ止まれ止まらない。ちょっと。お、すげえ、最後まで行くと、いや、おまけがすごいよ、負けが。あ、違うとこ落ちてた。いや、でもこれはすげえな。アンドロメダ出てきたのでけえ。で、あ、そっか、星玉たまんねえんだ。いや、そんな感じになってね。まあ、というわけで、じゃあ次の、もう一回変わるように、やべ。さあ、まだ私にはタンポポ狙いで、もう一回50連引けるチャンスがあるんで、それ、やっていこうかなと思います。で、シャルルマーニュはサブ機は持ってるんで、初っ端で10連これ使っちゃおうかな。で、こっちも、キルイワン持ってるんで、先にこっち紹介しようかな。あとこれ、聖徳太子は私出てほしくないんで、メインでは、サブ機は持ってるけど、メインではあんまり持ちとうない。なんかこう、いや、強いキャラだけど、なんか私は、ちょっと面が気に食わないんで、あんまりこう言うと怒られるな。はい。な、びっくりしたびっくりしただからこれは祝福じゃないから、まだ、あの聖徳太子出ない可能性全然あるからね。はい。はい。だから先にここで紹介しておきます。ああ、オッケーオッケー。危ねえ。ここで止まったらめっちゃビビるとこだった。ええ、やめろメロメロ痛い。おー、ぶねえ。ビビらせやがって。危ねえ。この一歩、この頭の中の脳内時間で今私もめちゃくちゃ聖徳太子の面駆け巡ったわ。危ねえ。いや、泡盛はめちゃめちゃ当たりだからね。というわけで、こっからは気持ちよく消化できるかな。とりあえずこれで光ガチャ引きます。おい。止まったらシュレディンガーか。はい。あ！いや、これは止まったらすごいぞ。じゃ、シュレディンガー出るのはかなり当たりだから。さあ、みんなは知らない。この確定ガチャ、あー、もう出ちゃった。あと、普賢文殊！普賢文殊はこれも確定だからね。もう次の10周年で、こいつが、しないわけがないみたいな。もう幽体離脱確定案件だもんね。そして、次は、どうすかな？闇ガチャかな？ルナ持ってるから、あ、ちょっと拡張していきます。で、闇属性は申し訳ないけど、全キャラの属性源最低でも1体は持ってるんで、後回しっていうか、何も止まることが多分、あ、モスコミュールがいるか。あ、いやー、まばたきしたけど、いや、それはもうちょっと後に取っといてほしかったな。これは怖い。いや、エンマが確か1体しかいないから、ここでエンマできたいな。エンマ出てくるとすごい嬉しい。はい。あ、こっからか。エンマ、エンマ。うわー、週末。いや、ベタトロンもいる。意外と確定枠はちゃんと均等に分かれてるから、意外と限定出やすいのかな。ログインビッグの時もね、多分限定と工場で、みんな確率均等に分かれてるっぽいから、しっかりと出やすかったような気がするんですよね。で、あー、でも今引くのもあれか、結局確定枠は実質タンポポじゃないから、違うわ、逆。タンポポをより出そうと思ったら、今ここでやっとかないと、限定枠は逆にタンポポの枠じゃないから、1枠潰れる。だから今ここは10分の1の確率でタンポポだけど、次や、最後にやっちゃうと、あれ、9分の1のタンポポになるから、9等分のタンポポになって、ちゃんと10等分のタンポポの今しかないね。一番タンポポが引けるガチャはここしかない。はい。頼む、ここで、いや、そろそろラックを上げたい。こんだけ結構引いててもな、なんかアップし、赤マナフめちゃめちゃ出るのに、タンポポだけはマジで見かけないから、マジでここで赤マナフとかガチでいらんからな。はい。あ、いやー、これもう嬉しい。あ、ちょっと待って、あれなんでザ、は、え、はあれなんか、え、あれザトキエル最近なんか私すげー見かけるんですけど、あれなんかちょっと前も私、
ザドキエル見かけたような気がするんだけどな。でもモールスあれし、モールス2体目これガチででかいわ。でもタンポポなんだよなんだ。ちょっと、いやーマジでザドキエル生贄に捧げてタンポポと交換できねえかな。なんか最近シュブニグラスと、じゃあシュブニグラスじゃないや、赤マナスとザドキエルをめちゃめちゃ、じゃあこっからは最後星5限定確定だね。みんなは知らない限定の味で引く、はい、で土砂物丸のみで、これも丸い玉だからね、ある意味これ再現してるようなもんよ。でここでだから止まったらもうチャルルマーニュ確定案件みたいな感じだよね。はい、あ、いやこ、あ、え、お、いやこれ通常だ。あ、あー、でもこれシーソーでしょ、シーソー。ほい、あ、あー、あ、そっか限定確定だから買わねえ。はい、あー、あ、でも魅力は嬉しいな。これから多分買い、あと1年以内にはするでしょ。っていうか私ザビエル持ってなかったんだ。あー、ほのんのこまち。いやでもこのシーソー出てきたの、あ、風光だ、風光出てきたの、いやすげえ嬉しい。これで結構回収できたかな。あとこれ行くとこねえって私言ってたけど、貫通の重力ダミオだから、あ、これいけるね、アーキレット。まあ多分ハレリアに一気に食われそうな予感がプンプンするけど、でも結構良かったかな、なんだかんだで。タンポポ出なかったことだけは心残りだけど、モールスとフーコを回収できたのガチででかい。あ、あと赤マナフからやっと呪縛から逃れられたっていうのも、すげえでかいから。多分これでもう、いや、ここで赤マナフ出るなんていう、そんななんか奇跡みたいな出来事大きいんでしょ。いや、これでやったらもう私運命で繋がれてるわ。はい。皆様もアップデーガチャはしっかり引くようにしておきましょうね。二分の一だからね。ここで、あ、びっくりした。